皆さんこんにちは。今日は消費税率引き上げによる住宅所得者の負担を緩和する制度、住まい給付金を申請していきたいと思います。私たちは去年の10月中旬から引っ越しを考え始めて、賃貸アパートかマンション、もしくは持ち家購入を考えていた時に、住まい給付金と住宅ローン減税制度の存在を知りました。今までは賃貸に住んでいたのですが、同じ金額の賃貸料を払うより資産として残せるマンション、持ち家がいいよね、プラスこの制度を使ってお得に購入できるということを知ってマンション購入を決意しました。その当時は11月末までに契約をすると住宅ローン控除率は 1% で、もしかすると翌年以降は控除率が低くなると聞いたので、約1ヶ月半かけて様々なマンションを見学して、11月下旬にマンション契約、そして今年1月末に引っ越しという流れで進めました。住まい給付金は申請して約 2,3 ヶ月後に振り込まれるそうなので、引っ越ししてからすぐに申請する方がいいのですが、引っ越し後でバタバタしていたこともあり、私が産休に入ったタイミングで時間もできたので、今回動画に撮りながら申請をしていきたいと思います。今回の申請方法は私たちの場合っていうところで、参考にしていただければと思うんですけど、ちなみに私たちの場合は建築されてから1年未満の新築マンションで、去年11月にマンション売買契約を交わしたことを前提に進めていきます。条件によっては申請方法が異なる場合もあるかと思いますので、住宅購入先の販売会社や国土交通省が運営しているスマイル給付金のサイトで確認してみてください。書類の中にまとめて住まい給付金申請結果のご案内っていうのが入っていて、申請記入にあたってという申請用紙、住まい給付金申請ガイドですね、入ってます。で、申請書と必要書類を送る封筒が入ってました。こちらの封筒はマンションも購入した販売会社の方からもらったんですけど、こんな感じで住まい給付金申請ガイドっていうのが書いてありまして、この基本的にこの用紙を見ながら申請を進めていけば大丈夫かなと思います。事前に申請に必要な書類っていうのを確認事項が入っています。このハウスメーカー工務店っていうところで請負契約または売買契約のコピーだったり、現付証明書のコピー、建設住宅性能評価書のコピー、保険法人検査実施確認書っていうので、この 1,2,3 3つはこのうちのどれか1つを提出すればいいっていうのですけど、封筒をもらうときにあらかじめこの3つは私たちの販売会社の方からはもう準備してもらってて、封筒の中に入っていました。ちょっとこの建設住宅性能評価書はなんか枚数とかが多かったので、一番コピーしやすかったのはこのペラ1で入っていた保険不法証明書ですかね。これを1枚コピーで、添付しようかなと思います。あとは流れとしては、あらかじめ必要なものとしては、この住まい給付金を振り込まれる通帳のコピーと、あと自分が住んでいる管轄の法務局で、発行してもらいます、不動産登記における建物の登記事項証明書等本ですね。これは市役所から発行してもらえますよね。住民票の写しと個人住民税の課税証明書ですね。で、私たちは年をまたいで引っ越しをしたので、この住民票の写しに関しては引っ越し後に住所を置いている管轄の市役所で取れればいいんですけど、この住民税の課税証明書に関しては、ちょうど住んでいたのが今年の1月30日に今の、市をまたいで引っ越してきた場所に住み始めて、年度の最新版の1月1日時点ではもともと住んでた別の場所に住んでたので、場合は以前住んでいた市役所でこの個人住民税の課税証明書を取得が必要となります。本人がこれを取りに行くのであれば、多分問題そのまま本人だけ行ってもらって、で身分証明書、運転免許だったりとか、私の主人の場合だったら在留カードが
が必要になるのかなと思うんですけど、私が代理で行ったので、その時は住民票、個人住民税が必要なのは主人のものなので、主人の住民票に私が載っているっていう家族の証明書としての住民票が一緒に必要だったので、それを持って行って取得しました。でここはローン契約書のコピーに関しては以前契約した時の銀行でもらえるので、これはコピーします。このコピー、準備が終わりましたら、あとは申請書に必要事項を記入していくっていうところですね。そんなにこう見る限りは面倒なことはないかなとは思います。ちょっと私が引っ越しした後に本当にすぐにすればよかったんですけど、やっぱりちょっとこう書類の数だけを見て面倒くさそうって思ってずっと放置してたんですけど、ちょっと心に余裕を持ってやればそんなに時間をかけずにできるかなと思います。で最後にこちら同封されている返信用封筒を使って簡易書き留めによって郵送するっていうことでした。で給付金の受領を最後にされるんですけど、ここでは申請書類の提出から給付金の振り込みまではだいたい1ヶ月半から2ヶ月程度かかるって書いてあります。サイトを見てみたら今ちょっとコロナの影響でもしかしたら3ヶ月ほどかかるかもしれないってのも書かれていたので、やっぱりこう申請自体は早くするに越したことはないかなと思います。であとこういうふうに申請に関するお問い合わせっていうのも書いてあるので、もしわからなければこちらの問い合わせ先に連絡すれば丁寧に教えてくれるんじゃないかなと思います。それでは必要事項なども書いていくんですけど、ちょっとまだコピーできていないものとかあるので、ローン契約書のコピーとか、あと請負契約または、売買契約のコピーを取って、申請を進めていきたいと思います。はい、そしたら、必要書類は準備ができたので、次は、申請書に必要事項を記入していきます。で書類は全部で5枚あるようです。もう分かりやすく書いてありますね。申請書類にあたってっていうこの1枚目のページ、この上に5枚の目のうちの1枚目とか2枚目っていうのが書いてあるので、これを参考にあとガイド見ながら進んでいきたいと思います。でまず1枚目なんですけど、このまず A にあるようにまず1枚目は申請者の名前とあと必要書類の有無をチェックしていきます。チェックするところっていうのがこんな風にチェックを入れていくんですけど、上から給付申請書、不動産登記における建物の登記事項証明書等本が入ってるか、住民票の写し、個人住民税の課税証明書、当時受け負契約書または不動産売買契約書、住宅取得に関わる金銭消費、賃借契約書、給付金受け取り口座を確認できる書類で、あと、施工中などの検査実施が確認できる書類として、私は住宅区払い担保責任保険の不法証明書、もしくは建設住宅性能評価書、住宅区払い担保責任保険法人検査実施確認書、このいずれか一つが必要っていうので書いてあります。続きまして2枚目いきます。2枚目は申請書に関する書類を書いていきます。2枚目もこんな風にして、書いてあります。でここでは申請書に関する情報の記入と押印が必要になっていきます。プランとしてはここだけですね。下のこの部分は手続き代行をするなので記入は不要です。申請者に関する情報は記入日、申請者氏名、申請者の住所と電話番号、生年月日、住宅ローンの詳細ですねを書いていきます。
3枚目は住宅所得に関する情報を記入、給付要件の適合をチェックしていくようになります。こんな用紙ですね。ここです。分離発注の有無、請負人または売り主、工事請負契約または不動産売買契約日、引き渡し日、住宅の種類、床面積、入居日、給付要件への適合は、これはさっき言っていた添付の資料は3つの中から1つ選ぶって言ってたんですけど、これがどれを添付しているかっていうのをチェック入れていくみたいです。やっていきましょう。なんか書類書くのはすごいちょっと疲れてきますね。分離発注の有無は、4枚目を書くときに1つ注意事項があって、政令指定都市のところに住民登録を行っていたかどうかで表2に表1って書くところが変わるみたいです。で、私は政令指定都市には該当しないので表1を記入して提出するっていうので書いてあります。じゃあ書いていきます。基本的にはこの書類を書き進めていくにあたっては、必要資料をちゃんと手元に準備しながら、その絵を見ながら書類を書いていくっていう風になります。なのであらかじめ資料を準備しておかないと書き進めることは難しいかなと思います。で、さっき4枚目記入方法のところでわからないことがあったので、この住まい給付金の窓口にちょっと問い合わせをしてみました。で、そもそもちょっと書くところ間違ってたところあったので電話して結局良かったんですけど、これ上から見ていくと都道府県民税の所得割額っていうところが書いてあって、新しいものだったら令和3年度の課税証明書を取ってきたんですけど、そこでその課税証明書における都道府県県民税の所得割額っていうところで、私はその課税証明書を見て、こう市民税と県民税の合計の年税額っていうところで書いて、その記入を書いてたんですけど、確認したら、市民税と県民税で分かれてるんですけど、その県民税の所得割っていう金額をここに記入をしないといけなかったです。で、これを書いて、で次の段が課税証明書の年度が平成30年度以降、私が住んでるところは政令指定都市以外のところになるので、そこにチェックを入れて、で、表1表2に進むっていうのがあるんですけど、政令都市以外だと表1になるから表1に進んでいきます。で、そこで 8%、10% の消費税っていうのでまたカテゴリーが分かれていて、 10% の時に購入したので、この場合この方に書かれている都道府県民税の所得割額に当てはまる金額の欄にチェックをしていけばいいそうです。なのでそこを見てもらって、次下の段にこう平の給付基礎額っていうのがあるんですけど、その基礎額を書いて、例えば、結婚して夫婦で所有が半分半分だったりとか、パートナーで所有してたら一部を所有にチェック入れるんですけど、今回私の場合は主人が全部所有しているってことになるので、全部を所有にチェック、で給付金額がその給付基礎額になります。今回、私たちは所得割に対して給付申請額が30万もらえるようになります。イエーイ。それでも結構大きいですよね。この給付金は県民税をどれだけ払ったかによるみたいです。なんか表を見ると、多分県民税を多く払ってると給付金額は少なくって、ちょっとその県民税が少なければ最大50万円がもらえるみたいです。よかった、これで4枚目終わり。で、最後に、5枚目は、給付金の振込口座に関する情報っていうので、これは通帳、どこに振り込んでもらいたいかによって、金融機関の、口座番号を書けば OK です。ようやく終わりました。よかった。ちょっと疲れました。多分
これで大丈夫なはず。まあ、ちょっと強いて言えば、本当にこの口座に振り込んでいいものかっていうのを一度ちょっともう一回主人とダブルチェックをして、でこれで郵送ができます。